セイジ TV。 どうも、セイジです。毎日太鼓の達人健康生活ということで相変わらずやってるんですけども、今年の1月に収録された楽曲がこちらです。ドン、ナムコオリジナルから右縁30回ぐらいのところにありますアンチェインガールさんにお邪魔してます。こちらアンチェインガールさんですね、昨年開催された楽曲公募2022で見事採用された楽曲のうちの一つとなってます。あのステミウシもこの絶賛プリ、先日私セイジですね、 YouTube でナムコオリジナルの楽曲をシャッフル再生でのんびり聴いていた時に、たまたまこの曲が流れまして、脳内に電流が走りました。というのもですね、このアンチェインガールさんが収録された、今年の1月ですね、私セイジですね、なんと達人と熱い戦いを繰り広げていたので、なかなか存在を知るのがですね遅れてしまったと、そういった所存になりますね。果たしてどんな音楽、どんな譜面か気になるなってことで、早速叩きに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、アンチェインガールさん、星8、720個コンボです。スムーズに選曲を終えたところで、構図を聞かれたので。お客様、ハイスピーつけますか？ドローン抜き、アベコベ抜き、デタラメで。普通じゃ終われないストーリーってことで、ステージは今回、デタラメコールで行かせていただきました。ワクワクしながら、ロードを待てると。ごちそうさまでした。ということで、アンチェインガールさん、一曲を通していろいろな情景が出てくるようなストーリー性がある音楽で、いろいろな音が鳴ってるにもかかわらず、もうまとまって心地よい音楽だなと、肌で感じるような、そういった素敵な楽曲でした。今回ですね、デタラメコールだったってことで、結構16部の重複号があったりとか、16部から12部の叩き分けをしなきゃいけないようなところがあって、難易度的にも、まあ、簡単ではないけど、結構やってて楽しい、まあ、上達につながるような、そういう譜面だったなと思います。作詞作曲されたミーニさんですね、また太鼓たちにいろんな楽曲収録されたらとても嬉しいなと思うので、その時を楽しみに待っています。ということで、ごちそうさまでした。それではセイジの公式キャッチフレーズ、アンチェインガールさん、深夜アニメの主題歌や、もう俺の青春。Do-do-da-da.